What is happening, y'all? Welcome on back. So what's interacting with that table is how we start. The base is exciting. Do you think it's okay if I left some personal belongings? Bond episode. We're going full visual novel. よかったらちょっと話さない。せっかく同じチームになったんだし、別にいいけど。でも改まって何を話すんだ？幼馴染なんだし、俺のことは大体知ってるだろ。それは、ほら、入隊するまでは、しばらく会ってなかったでしょ。お互いの近況報告とかしようよ。近況報告か。言われてみれば、 I mean, I'm liking the game, but it's definitely a bit, it's a bit too heavy on the dialogue at times for me. こうやってのんびり散歩するの、なんだか久しぶりって感じ。確かに、配属されたらすぐに任務で。 それからも忙しくしてたからな。やっぱりたまにはこうして息抜きしないとね。それで花火はスカウトされてから入隊するまで毎日どんな感じで過ごしてたんだ？うーん、訓練学校にいた頃は勉強したり超能力の訓練したり、たまに友達と遊んでって感じかな。俺たちと一緒だ。 それじゃ、スカウト組も志願兵もやってたことはそんなに変わらないみたいだな。まあ、目指すところは同じだもんね。学校以外はどうだった？実家のおじさんとおばさん、元気にしてる？うん、二人とも相変わらず元気も元気。この前なんて結婚記念日のデートをメッセージで実況してきて。あははは、自由な人たちだよな、二人とも。 変わりなさそうでよかったよ。思わずしばらく着信拒否しちゃった。なんだか懐かしいね、こういう話するの。ほんの2年ぐらい会ってないだけで結構昔に思えるな。うん、そうだね。すっごく長く感じた。花火？ どうかしたのか？ああ、なんでもない。それより、ちょっと聞いてもいいかな？ああ、いいよ。なんだ？ユイトってさ、その重ねのこと。どんな風に思ってる？Definitely jealous。え？なんで急に重ねの話？Childhood love interest。それは、だって、ほら、近況報告でしょ？ 最近のユイトの気になることでも聞こうかなって。重ねのとよく気にしてるみたいだから。俺そんなに気にしてるように見えてたかな？まあ確かに気になる相手なのは確かだな。それってどういう意味で？なんて言ったらいいのかな。重ねの顔が 頭から離れないんだよ。Oh man。頭から離れないの？あ、重ねの顔、子供の頃に俺を助けてくれたあの人にそっくりなんだ。ずっと記憶に残ってる顔だったからさ、いきなり同じ顔の相手に会ったら何か関係あるのかなって気になるよ。え？じゃあ 頭から離れないって単純に命の恩人に似てるからってこと？ああ、そうだよ。俺が海抜軍に志願したのもあの人みたいになりたかったからだし、俺が海抜軍で目指す理想のイメージだからずっと忘れられないし忘れたくないんだ。私が聞こうと思ったのはそういう話じゃなかったんだけど。 まあ、いいや。なら、どんなことを聞こうとしてたんだ？言ってくれれば、もう一回考えるけど。いいの、別に大したことじゃないから。でも、ユイトってすごいよね。子供の頃から目指す理想があって、
そのためにずっと頑張り続けてて。いや、全然すごくないって。俺からすればスカウトされて入った花火の方がよっぽどすごいよ。そんなことないよ。スカウトされちゃったから入隊せざるを得なかっただけだし。海抜群に入るの嫌だったのか？嫌ではないけど、私は海抜群で何をしたいとかどうなりたいとかって考えたことなかったから。そういうところなんだか花火らしいな。考えるより動く方が得意って感じで。ちょっとユイト、それ遠回しに私がバカだって言ってない？え？いやいや、そういう意味じゃなくて、勢い重視っていうか、いや、それも微妙か。わかってるよ、冗談冗談。そろそろアジトに戻ろっか。なあ、誘ってくれてありがとう、花火。昔のこととか久々に話せて。そうだね。あ、いいな。じゃあ約束。わかってるって。花火こそ忘れるなよ。忘れないよ。Oh my god, we get it. 花火、昔と変わらないな。Oh man.Yeah, so doubling up on what I said, oh my god, just 6 minutes of... No! Anabi, we are done talking. Wow. But I need to do this. With SAS active, hold Y in midair to create a flame current and deal damage in a large area. Also, when you're attacked, there's a chance for a vision of Anabi to appear and block the attack, negating damage. Like, I need to level them up.Man, if it's, oh god, it's like 5 to 10 minutes per Bond episode. Since the balance called Bond episodes can happen depending on your progress, two ways to start. Talk to your ally, select Bond episode, reply to a brain message from your ally. Oh boy. Oh boy. We may end up kind of speeding through those, because that's, ooh.Like, I feel like there's a fine line between, you know, action in game and then just straight dialogue. And right now, that's cool. Limelight, oh god, it's about me. Yuito, you just killed a giant guy again, right? I wanted to fight with you too. So, yeah.今回は中継されなかったよな。カラスは来てなかったのか？ああ、まあいろいろあってな。Man, look at that. Look at that. Six burners. Oh man.Dang, it looks like it was just that one. So let's go here. Kasane からのメッセージ? Let me meet up. There's a lot I need to talk to you about. I'll be waiting in Kikuchiba. Hang on. I know you said you were childhood friends, but I know what's up. You two are going steady.5 BP right now? I do. Oh. It didn't. Huh. I'd pick that up. I guess it didn't save when I picked it up. Well, maybe I don't even need that. Dodge attack and down air weapon slam. Go with those instead.
重ねからの。Oh my god, another Bond episode, bro. I can't. It's too much dialogue. This is the stuff that killed Persona for me. It was just the perpetual talking. Like, I need more action. お待たせ。相談したいことって何？あなた、話の前置きがなくていいわね。余計なことをいろいろ言う人が多くてうんざりしていたの。ありがとう。そうだと思ってた。あなた、好きな人はいるの？え？That's blunt. なんでそんなことを聞くんだ？もしかして。具体的な好みのタイプは？将来設計について何か考えている？ランドール重工の仕事を継ぐ意思はあるかしら？ Is this a wedding proposition? ちょっと待てよ。どうしてそんなことを聞くんだ？心情調査よ。そのために俺をここへ呼び出したのか？もちろん、それだけじゃないわ。瀬戸さんがここで愛用の万年筆を落としたそうなの。ちょうどあなたと話をしたかったし、あなたなら瀬戸さんの持っていた万年筆がどんなものか知っているかと思って。万年筆？ああ、そういえば瀬戸隊長、綺麗な万年筆を持ってたな。でもなんで瀬戸隊長の万年筆を重ねが探してるんだ？やっぱりあなたも余計なことを聞くのね。そりゃ聞くだろう。変な顔してないで。万年筆を探しながら話しましょう。 I kind of want to like I wonder what the Kasane route is like, because she seems so just like blunt and on the nose. It's weird. And the fact like she doesn't seem like a protagonist character. She seems, you know, I feel like she's a great complimenting character to Yuito's story, but I feel like her own story has got to be real weird. So we're definitely going to have to play that as well. I still don't know if I'm going to do it on So what happens if I psychokinesis on psychokinesis? By borrowing Kasane, your psychokinesis are enhanced, and you can use PK attacks without depleting the PK gauge. Ooh, additionally, you're now able to use psychokinesis fields. Left trigger and right trigger, where all objects inside can be controlled. Additional effects as you strengthen your bond. Bro. That's pretty cool. Psychokinesis! Oh my god, it's hard to get off. Most of the time when items fall, they just like fall into my lap anyway, so I probably don't need to waste the 3 points. Huh?
I need more, more episodes like this. There, I think I gotta go up and then down, maybe? Yep, there we go. Go to the brain map, the charge, attack. I know that charges up even more, right? Charge one more level. Power, so I would need that. I feel like I would need all the charge upgrades to really make that move worthwhile. あなた、それなりに戦えるのね。本当にきついな、この子。カサネ、俺も聞きたいことがあるんだけど、いいかな。何？俺、小さい頃に怪に襲われて死にそうになったことがあるんだ。その時に怪罰軍の人に助けてもらったんだけど、それがカサネによく似てる人だったんだよ。それで重ねに心当たりはないかなって思って。私たち同い年よね。あなたが子供の頃は私も子供だったけれど。ああ、いや、例えば年の離れたお姉さんとか。静かに。え、敵だわ、戦うわよ。There definitely is a lot of dialogue. I think next episode I'll probably put it in English just to see.Because a lot of folks have made the point that trying to keep up with all the shit that's being said in combat while you're fighting could get kind of hard. Flashy ass finish. なんとか倒せたな。あれ、重ねの後ろに落ちてるの瀬戸隊長の万年筆じゃないか。これが。ありがとう、ユイト。助かったわ。ところで、さっきの話だけど。俺を助けてくれた海抜軍の人の件。ええ、海抜軍名簿は確認したの。もちろんだよ。でも該当者はいなかった。除隊したのかもしれないけど。そうだ、昔助けてくれた人もその髪飾りと同じものをつけてたんだ。どこで買ったか教えてくれないか。そんなわけないわ。これはお姉ちゃんの手作りよ。え、そうなのか。ねえ、あなたの超能力も念力だったわよね。リアルな夢を見ていたってことはない。
夢？どうだろう。確かに子供の頃のことだし、記憶にあやふやなところもあるんだけど。私、昔から不思議な夢を見るの。妙にリアルな夢。女の人がレッドストリングスってつぶやいて、私の周りに赤い糸が眉のように巻きついてくるのよ。子供の頃は夢が現実だと思って困惑したわ。同じ念力ならあなたもリアルな夢を見ていた可能性もあるでしょう。いや、夢じゃない。それは確かだよ。その人は俺にこのイヤーカフをくれたんだ。だから。そう。それじゃこれ以上は力になれないと思うわ。ああ、いや、うん、変な話をしてごめん。別に。Maybe 万年筆も見つかったし、うん、俺そろそろみんなのところに戻るよ。ええ、そうね。ありがとう。いい調査になったわ。そうか、忘れてたけど心情調査されてたんだった。あの、なんで俺を。それじゃ、さよなら。I wonder if, like, maybe she was like a childhood soldier, but was like brainwashed, like she doesn't have memories of it, and that's why she's having these weird ass dreams, or she's like a clone, and there's clones of her that do this stuff. No more questions. Jesus.Alright, well, none of them have anything. Wait, rest on the sofa, end standby phase, and progress to the next phase. Okay, cool. Alright, well, given where we're at, seems as good a time as any to wrap up. I'm gonna swap it over to English just to see how, because we played English with Kasane's route, and I was kind of, I mean, it wasn't bad, but I want to see how English sounds on his route, just because there definitely is a lot going on.And a lot of dialogue. Mainly, I'm worried about missing stuff that's like, you know, mid combat. And they're like, because I know back in the demo, they were like, you know, pull the thing down from the ceiling. And I was so focused on combat, I didn't even see the subtitle stating that. So, might be something worth doing. But either way, I will go ahead and swap that, and we will continue with another part later today.